か。おじさん。吉高、かお前こんな夜遅くまでどこ行ってたんだ。友達とみんなで野球してた。なんだ、そうだったのか。帰りが遅いから心配したんだぞ。それよりおじさん聞いてよ、今日のテスト俺一番だったんだよ。そうか、吉高は頭いいな。うん、みんな僕も混ぜてよ。おめえバットもグローブも持ってねえじゃねえかよ。俺ら貧乏人とは遊べねえんだよ。おじさんねえ起きてよ、死なないでよ。吉高、おじさん。吉高、よく聞くんだ。吉高は頭がいい。たくさん勉強して偉くなりなさい。おじさん、ごめんな。守ってやれなくて。おじさん。誰だ。片瀬です。入れ。失礼します。沖縄行きの飛行機手配いたしました。1時間半後羽田発です。わかった。会長。なんだ。いえ、何でもありません。ただ最近随分ご無理をされておられるのではないかと。会長にもしものことがあったら私。そんな顔しないでくれ、大丈夫だ。昨日国会議事堂前で起こった一連の騒動に関し、警察の見解では沖縄の基地拡大法案に反対する団体の仕業との見方が強まっています。首謀者の行方は依然としてつかめておらず、引き続き捜索が行われているとのことで。消してくれ。警察は今後国会議事堂周辺の警備を強化するとともに。
お。お。
おいや。なあ。
下げてくれ。
Thank you.
痛い目見ねえと分かんねえか。いらっしゃいませ。ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
Huh?
ありがとうございました。
はい、はい、うん、伺わせていただきます、ふざけるな。その…ひらめいた。典型が…桐生さん。
ああ。おい。逃げんなよ、おい。桐生さん、